はい、お待たせしました MC ヘリモット第2回でございますよ。はい、ちょっと間が空いてしまったのはですね、なかなか集合する時間が取れませんでした。そうですね。で、ショウさん、ワトさん、ヨッピーさんに引き続き4人で一緒にやっていきます。よろしく、よろしくお願いしま す。というわけで第2回の今回は、予告した通りちょっとみんなで飛ばして戦ってみようということで、クリエイティブモードで戦うんですけれども、一応クリエイティブでも戦闘機はダメージを受けるとボーンと壊れてしまうので、プレイヤーは死なないんだけど、戦闘機が壊れたらその人の負け、壊した人の勝ち、最後に残ってた人の勝ちということで遊んでみましょう。はい、ということで一応ハリボテ感覚に完成塔を作ってみたわけですね。これ鳥ちゃんが制作組織です。制作組織スティーブン・トリルバーグです。微妙だな。トリルバーグ、トリルバーグ。よし、それいいね。その完成塔にそれはすごいいいね、翔さんのそれ、うん、合いますだ。それっぽくない、まあ、隣にベッドがなければね。さあさあ、では一人ずつこの戦闘機の発射シーンを撮っていきたいと思います。おう、その赤いところに、このカーペットに立って赤いところで戦闘機ポチってやればいい感じに設置されますから、じゃあ誰からいきます？じゃあ俺から行こうかな。よー、じゃあワトさんから。はい、どんどん。おー、いいね。これは何ですか？スーパーホーネットくんです。スーパーホーネットくん付け。はい、じゃあスーパーホーネットワトさんが登場します。はい、滑走路はこんだけ長く作りました。完成度高い、これ完成度結構ね、あのなんていうの、ただ並べてさーっと並べただけで線引いてただけなのに、これトラテープってどうなんだろうね。じゃあワトさんどうぞ。はい、はい、いきまーす。はい、発進発進。あ、いいね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 、いいね。飛べー。おー、かっこいい。すげー、かっこいいよこれ。もう見えなくなっちゃった、ワトさんが。早っ。よしよし、じゃあどん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 行きましょう。あ、そう、あと前回のコメントで結構詳しい方が、あのなんかそれこうじゃないよっていうコメントがいっぱいあってですね、どう言ったらいいのかな、あのあんまり詳しい人がいないので手加減してもらえればと思います。手加減してください。ちょっとなんかそんな軍事関係 に軍事関係のは触ったことあるの、 COD とかGTA とかそういうのしかわかんないから。ガチではないんだけど、まあ知ってる人はね、結構そこそうじゃないよとかさ、いや言いたくはなるよねやっぱり。でもまあちょっと楽しむぐらいで遊ぶので、まあそうね、浅い知識の人も深い知識の人もまあ楽しんでるところを見てもらえたらなと思います。はい、はい、じゃあ鳥ちゃんと、ちょっと待って、時間戻します。夕日めっちゃかっこいいこれ。どれよ、どれ、滑走路、どう見るの、夕日に向かって。あ、かっこいい。それじゃあこれ飛べ、飛べ、これ飛べ、これかっこいい、かっこいい、かっこいい。鳥ちゃんのはこれ何ですか？これはフランカー君です。え、あの四角ボタン連打で電気がビリビリっと。これわかんない、それブランカでしょうが、それは。いきます。はい、どうぞ。触れてくれ、無視無視。夕日に向かって飛んでいけ。おー、かっこいいシルエット。すごい、すごい。なんかすごい絵になるねこれ。これたまたま夕日に向かう方向になったんだねこれ。何にも考えなかったけど、あ、すごい上飛んでる。よし、トント。はい。いたいたいた。おう、ショウさんのこれは何ですか？これはライトニング2です。ライトニング2。なるほど。名前かっこいいよね。なんかサンダーボルトみたいな機体もあったよね。ですね。かっこいい名前は。どうぞ。ショウさんの後ろから撮ろう。行きまーす。はい。あ、なんか煙も噴射されてる。飛べー。わー、いいな。これ絵になるね。これ滑走路から飛び出す。撮れちゃうね。お腹擦れる。擦ってるよ。じゃあ行きます。スーパートムキャットで行きます。おい。わー、飛んでる、気持ちよさそう。ほいっと。おう。お、黒い機体なんだ。あ、かっこいい。かっこいい黒。かっこいい黒。かっこいい。で、いきます。ほい。ほい。発進。F5 で見よう。空飛ぶ。おお。みんな飛んでますか？飛んでます。基本的にこの湖の上がフィールドっていうことで。はい。操縦は結構簡単だよね。これね、そっちにマウス向ければいいだけだから。うん。よし、じゃあ行きますよ。やりますか。はい。とじゃあいつでも参戦してきてください。はい。
あ、でも4人全員飛んでんじゃん、ここ。飛んでる。よし、じゃあ、よーい。スタート。今誰、ね、速攻で誰かとかすった気がする。サイドワインダーがいいですよ。ほら、当たった。あちょっと、うわ、ふざけんなよ、マジ。早い。当たった。はい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 、あれフレアはなんだっけ、フレアはなんだっけ、フレア V、フレア V、フレア V、どこだ、後ろ取られないようにしなきゃ、フレア当たらんな、ピピピピピってなったらフレアですね、どこだ、めっちゃ重い、やばい、発射、やばい、当たれ、あー一発当たった、よし、ライフが、あ、ライフが100分の60になっちゃった、発射、うわっ、お互いに当たったか今。お互いだ残り39。やばい。まずい。フレアをちゃんと出していかないと。覚悟。あ、フレア。あ、まずい。あと19。あ、俺も当たった。当たったぞ、当たったぞ、こっちも。やばいぞ。どっかにいる。多分そこら辺にいた今。難しいな。いた。フレア。あ。フレア。あと6。まずい、まずい。いた。どっちだこれ。撃った。わかんない。撃った。あれワッツさん生きてる、はい、はい、なんか生きてましたまだ、撃った、当たるか、当たった、よし、なんか下に空爆してる人いるけどF、あ、F、F、あ、バックさんF じゃなくて E をしてたくそどこだ、あーなんか懐かしいな、そのピピピピピピっていう音が、おー撃ってる撃ってる撃ってる、あーやめてやめて、ちょっと鳥ちゃん生きてる？俺めっちゃカクカクで。ああ終わった。もし倒さ。なんだろう。じゃあ翔さん勝利かこれ。とりあえず相当遠くまで行っちゃったんじゃない？俺マイクラが落ちました。マイクラが落ちたっていうことは戦線離脱。おどこだ。じゃあ翔さん勝利だ。勝った。なんでなんで一気にやっぱあみんなが動いたけど重たくなったんやね。多分遠く行っちゃったんだね。翔さんじゃあ最後にここにちゃんと着陸して。お。着陸したら、うん、ボーナスポイントで2倍になります、何かが。じゃあ、ほら、よく外国映画である滑走路の上に2つ電灯を持って立ってる人を後ろにバックバックみたいな感じでやってるから。おお、これ難しい。そう、それ落ちるだろ。それ落ちる。どこか行きたい。お尻削っちゃった。原則あるんすか、これ。原則はどうやってやるんだろう。ね。スロットルを下げるだから S かな S? うん、ほうほうほう、これ相当遠くに行って回らんと、よし曲がった、来るかな、あ見えてくるかな、うわーちょっと違うとこ行った、どこにいるんだ、どこにいるんだ、あそこに点がある、なんかうーん、どこん、ここいますよ、え、全然違う、あ後ろ滑走路の上にいる、いますよ、壊せん、触れん、でも俺が出したからか、あれ戦闘機復活してる、あれ俺も壊せん、あ、違う、戦闘機のね、壺があるの、ここ壊すの、あ、本当だ、ほら、すげえ、壺があるんですよ、あるほど、戦闘機の壺、よし、ちょっと早めに撮影切り上げて、今ちょっとエメドラダンジョンが始まっちゃったからちょっと、超キングエメドラが始まっちゃったから、もうちょっと、ないこれエメドラがほら、いやほら、土日ダンジョンももうすぐ終わっちゃうから、いやもう忙しい、もう一戦、何、あ、もう一戦、うん、あ、じゃあヘリは全員同じやつにしましょうか、何がいいかな、 T が打てるかな、T がすげえ打てそうだよ。これ T が打てそうだよ。あ、本当だ。T が打てそうだよ。どれ T が？これこれ。タタ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 。かっこいい。おお、なんか。あ、これか。なんでそれ？すごい。そんな砲撃？機銃だよねそれ。おいね。花火みたいな。ヘリの方があんまり移動距離が少ないから戦闘機よりかはなんかみんなを見失わないかも。じゃあ T がでいきますか。はい。どうぞ、ワツさん。はい。ワツさんの登場シーン。はい、黒。さっていいが。あ、ちょっと色が違う。はい。へぇ。発進。ヘリってそうやって飛ばない上に飛びますよ。上に飛びますよね。なんで横にスライド移動してるの ?W。いかん。スペース、スペース長押し。スペース長押し。
そっから落ちればいけるか。あ、燃料入れてないんじゃない？あ、燃料がない。あ、飛んだ飛んだ飛んだ。ミサイル装備していいですか皆さん。はい。野戦だねこれはきっと。あ、やべ、スロットルが。W でスロットル上げてください。じゃあ用意。はい。スタート。夕日が綺麗。いきなりフレア。いきなりフレア、フレア。ちょっとフレア。やべえ、沈みかけてる。危ない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 。よし、浮いた。危ない危ない。これで撃つのか。あ、あ、あ、弾薬がないのこれ。あ、弾薬がない。弾薬補給。エイム92、スティンガー。あ、ほら。フライ。誰か当たった。当たった当たった、今当たった。よーし。痛い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 。どこどこどこ。フライ。やばい。フレア。どこだ。フライ。C でナイトビジョン。ナイトビジョンが使えます。そう、ナイトビジョン使ってください。見えるぞ。いた、撃った。あー、やばいやばいやばい、マジやばいマジやばい、やめて。マジやばいマジやばい。フリアは F ですね。ちょっとちょっと、あれどこだみんな。どこ行くのあの人。なんか、あ、いた、みんないた。それ当たれ。アレクソ、狙ってやる。よし、近づいて前に出て。やばい。ヘリコプターだから結構急な旋回がちょっと難しいかもね、戦闘機と違って、うん、ゆっくりと動くから。クリアが大事だ。どこだみんな、いた。当たれ。まだ録音できない。録音発射。お、誰か当たったぞ。取る。どこだどこだ、いた。野生難しいぞ。真正面にいる。フレア。あー、フレアうまい。うまいな、ショウさん。防がれた。フレアうまい。あれで、ワトさんはちゃんと生きてる。やべ、フレア。フレア降りてしまった、フレア遅い。フライ。やべ、さっきからそれ当たってる。あー、フレアが間に合わなかった。近いとフレア当たんないよ。あ、間に合わない、うん、撃つ。よし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 、よし、落ちろ。ワトさん、フレア当たった。ワトさん、やべやべ、ワトさん降りちゃったの。はい、ちょっともう一回チャレンジしてきていいですよ。フレア、フレア。お、何でだみんな。え、結構滑走路の近くにいるけど。いた、発射。やべ、ヒット。ヒットしたじゃないかな今。やべ、スロットルを下げてしまった。今でも下げてなかったら当たってたんだ、翔さんの攻撃。お、あ、当たった。あ、当たった。あ、やべえ。チャンス、畳みかけろ。やばい、発射。当たったなこれ。やばい、フレア。ああ、防がれた。よしよしよし、鳥ちゃんがどっか行っちゃう。また翔さんと一騎打ちだ。タイマンだこれ。当たった、当たった、やばい、発射。フレア、うまいなタイミング。フレア、やばい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 、25、あと25。おー、やべ、発射。トモさん迫りすぎじゃない。俺もう下がってしかない。うわ、いけ、あ、やっつけた。やっつけた。よし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 、不時着しちゃった。あんなにぐんぐん迫るんだもん。あんまり現実的な戦い方じゃなかったけど、まあゲームだから。いた、新手。これワトさんかな。ん、違います。あ、誰だここ飛んでるの。あ、沈んだ。ワトさんじゃんよ。中途分岐のどこだ。これ勝ちでいいかな。じゃあなんか人が飛んでるよ。勝ち、降りた降りた、イエーイ。あ、お、トモさん勝利。うん、翔さんにターゲッティングできるんだけど。やめて。空中で、あ、よしよし、来た。どこ。いや、ワトさんは鳥ちゃんの後ろ側にいるな、確か。もう、これモンスター当たり方あんだ、これ。ワトさんずるい。アウトレンジからの射撃。狙撃だな、これ。君ハマった。さあ、一方的に撃てる。ワトさん、どんどんミサイルを撃っていく。おっと、反撃。あ、相打ち。相打ちだわ。そしてここになぜか、なぜか鳥ちゃんの不時着した。それに、それ多分木に引っかかって飛べないんじゃない、それ。あ、飛べる、あ、飛べる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 。あ、やっぱ戦闘機早いね、かっこいいわ。早い。もうじゃあ鳥ちゃん対翔さんの戦いを、戦闘機、戦闘機も交えて。戦闘機も、戦闘機小回り効かないからね。その代わり早い。いや、確かに面白いわ、みんなが戦ってんのカメラマン視点で見るのも。はい、じゃあ皆さん戦闘シーンは
お楽しみになられたでしょうか。うん、まあ、画面には翔さんしか映ってないんだけど、どこ行った他の2人、どこに行った他の2人、まだ絶賛交戦中です、絶賛交戦中ですね。じゃあ遊んでてお返事だけください。ということでパート1はですね、軍艦を作ろうっていう話だったんだけど、ちょっとこの滑走路を作ってみて、軍艦じゃなくて空母を作って、その出来上がった空母の上からこれをこう戦闘機発射させるところを撮ってたらかっこいいんじゃないかなっていうことで、空母に目標を変えてパート3、はい、パート4ん第3回第4回くらいで空母を作って、その空母の上からこの戦闘機をシャーンって発射させるということでいきましょう、うん、いきましょう、はい。なので、とりあえずそんな話をしていたら翔さんがこれどうですかという写真を持ってきてくれたんで、これは なんていう空母ですか。これはエンタープライズっていう、エンタープライズ、はい、はい、エンタープライズっていう空母の写真をちょっと真似しながら、多分まあまるっきり真似は我々の建築技術では無理だろうね無理だろうから、まあできるだけこのエンタープライズ、エンタープライズ GO でいいのかな、 GO ってつかないのかな、 GO は日本の言い方ですか、そっか、エンタープライズですかね、エンタープライズにちょっと近づけた空母を作ってみようということで、はい、OK よし。おさ、今から作るのは何を真似する空母ですか。エンタープライズ。お話聞いてたかじゃあどこら辺に作ろうかということで、問いちゃ OK ね、はい、はい。じゃあエンタープライズの写真をじゃあちょっと画面に表示させます。はい、ポン、ポン、これです。パッと、あ、この島からちょっと焼き石を積んで作るくらいにした方がいいかな、真ん中で。ああ、いいですね、いいですね、うん、まあ基本は焼き石だよね、きっと。とりあえず焼き石で、はい、はい、出ました。こんな感じでどっち向きに作っていく。縦長の方がいいですからね。そうだよね。じゃあ、あ、待って、夕日とかの位置を考えると、夕日に向かってやったら、夕日に向かってのがかっこいいよね。今俺がある方向、そうだね、翔さんの方が夕日だから、じゃあそっちを写真でいうこの65っていう数字がある方にしようか。ですね、いいね、いいね、いいね。じゃあこっちが65の方、はい、なんていうのこの65って何の数字かちょっと分かんないんだけど、で大きさ的にはこのあのプラモデルの上に乗ってる戦闘機がこの MC モッドのヘリモッドの戦闘機と同じぐらいの縮尺で作ってみたらいいんじゃないかな。何台乗ってます？乗ってんのは、いや、だいぶ乗ってるよこれ。この戦闘機が横並びに3つ並んでるところってことですね。あ、じゃあそっちから作りますか。でかこれ。でかいよこれ。ほらすごい。でもクリエイティブだし、そんなに言うほど複雑な形じゃないから、うん、平らだし、これ横の滑走路削らんといかんかもしれないですけど、削らなきゃダメでしょうねこれきっとやだ、ほら滑走路ができるから、空母だから上に。あ、じゃあ、いや、一番端の先生とか落ちそうじゃん。これはすごいぞ。4567891010。ああ、失礼。10。おさん、これでいくつですか ?200 です、ここでちょうど。これで200、あと10か。1234。おお、恐ろしいこれ。まさかこの軽く始めた企画でかまぼこ越えを軽くやってくるとは。これ見えんもんだって後ろ。あ、見えない見えない見えない、全然見えない。こっから、じゃあ視聴者の皆さん今走りますから、線なんていうの、先頭っていうの、これ先導、先頭部分から船尾まで飛ぶか。うわ、恐ろしいよこれ。うわー、これで200かな。200、10、20、30、40、50、60、これで200だったで、トモさん、ちょっといいですか、はい、これで320、はい、320っていうのは多分
下の土台のことで、あ、じゃあちょっと伸びてんのか。はい、上の甲板部分をやると、全長が336。もう16マス伸ばすの。これ後ろに伸ばした方が、あ、無理か。後ろもダメだ。じゃあこれこのままここ滑走路で使っちゃおうか。うん、よし、じゃあせめて外枠だけでも作っとく。作りますか。外枠はでもそんな大変じゃないと思う。もうだって横幅も決まったし、高さ決まって横幅決まって縦の長さ決まったから。これ壊しますよ。そうですね。いやー、これはすごいものに手つけてしまった。ちょっとそこそんな細かくやっちゃう。もう上の大体の外角のがいいんじゃない。でも外角今もう半分くらいできてない、3分の1くらいは。おお、すげえ。あ、まあまあ、これが甲板の最大やから。あ、こっち側にってこと。そうそうそう。あ、もうまっすぐでいい。まっすぐで、ここで曲がって、これが伸びてるところで、あ、ここちょっと斜めになるのか。そんなにいらんよね。ここはちょっと斜めに、はいはいはい。あ、でも、完全いいかもしれない、これ。すごい。あ、いいね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 。あ、いいじゃん、これでいいじゃん。おお、ちょっと感動した。これはちょっと、はいはい。で、こう、そっちの細くなってるところが滑走路のところで、こうなってて、じゃあ、管制塔は、あ、そうだね、この翔さんが白い羊毛で目印つけたところが管制塔っぽいね。お、いいじゃないですか。あ、いいんじゃない。これでも置ける後ろ、あの5台、ちっちゃくないまだ。あ、そういえばちょっと乗っけてみます。横、いや、じゃあ一番上の面はできましたね。ここあと全部敷き詰めれば、よくてです。問題はここの下だよね。うん、まあ曲線も、まあ写真を回して各々の担当するところをみんなでやってもらう感じにしようか。よし、とりあえず外角ができた。でかい。マジでかっけえ。これかまぼこより全然大きいね。動画史上一番最大級の赤髪動画史上採掘王のモンスタートラップよりも、うん、赤髪インクラフトのかまぼこよりもモッドで遊ぼうの空母。本当に3人どころの話を軽く言ったつもりだったけど、すごい量だったね。すげえ大きいね、これ。これはすごいですよ。ナスカの地上へ。ナスカの地上へ。はい、というわけでね。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットでご覧の方はまず動画のタイトルをクリック、動画説明文を下にスクロールしてリンクをタップして登録をお願いします。この動画の続きが見たい場合は再生リストをタップすると見れます。パソコンからご視聴の方は画面のボタンをクリックするとチャンネル登録ができますのでよろしくお願いします。赤髪の友が料理や釣りにチャレンジするチャンネルも作りました。こちらもぜひ登録してください。またのご視聴をお待ちしております。バイバイ。